勝利を手にした翌日だが、サッカー韓国代表チームの雰囲気はいつもに比べて明るいものではなかった。相手チームのオウンゴールによって、幸運に燃えた勝利。内容は不十分であり、納得のいく試合運びではなかった。常に、韓国ではサッカー韓国代表チームに寄せられる期待値が高い。 今の重い空気を変えることができる方法は、ただ一つ。優勝をかけた日韓戦で勝利し、優勝カップを手にすることしかない。日本で開催中の、エアフリー1選手権に参加中の韓国代表チームは13日午前、味の素スタジアム近隣のグラウンドでトレーニングを実施した。 前日の北朝鮮戦では相手チームのオウンゴールで勝利。去る9日の中国戦で2位2で引き分けた代表チームは、1勝1分け勝ち点4を記録し、2連勝中の日本に続き2位に浮上した。2戦目までの結果で、来る16日の日韓戦は人へなる最終戦いではなく、トーナメントの決勝戦同様の雰囲気となった。 日本は引き分け以上で優勝、韓国は勝利した場合にのみ優勝を手にすることができる。様々な条件から日本が有利ではあるが、韓国にも優勝の可能性が残された以上、いつも以上に白熱した日韓戦となるだろう。今大会を控えて新手四監督は、ワールドカップ前に行われる日韓戦という点でも、 プレッシャーがないと言えば嘘になる。日韓戦の前に臨む2戦がどうなるかはわからないが、いい試合をしても、日韓戦に勝てなければ国内で非難を浴び、選手の士気も下がってしまうと話し、日韓戦に対するプレッシャーと覚悟を明かしていた。代表チームのストライカーイコールキムシンウクは、日韓戦が事実上、 決勝戦となった。重要性が、より大きくなったとし韓国で多くのサポーターがこの試合を待ちわびているのはわかっている。いい試合をして、楽しみたいと心境を伝えた。韓国代表チームの関係者は13日、明日は休息日に決定したと発表。10分に疲労を回復し、 集中力を高めることに注力するとの判断だ。舞台は整った。日本韓国両国にとって、今回の日韓戦はいつも以上に熱い日韓戦になると予想される。